アビアモータースは、チェコ共和国の航空機と自動車の製造メーカー。1919年に航空機メーカーとして創立し、1946年以降、貨物自動車など商用車分野に進出している。副用機や戦闘機の航空機や、航空用エンジンメーカーとして著名であり、特にアビア B-534 の製造で注目されている。 航空機製造は1963年に停止した。チェコスロバキア最大の航空機メーカー、CKD コールプラガのチーフエンジニアであったパーベル・ベネシュとチーフデザイナーのミロスラフ・ハインによって1919 19年に創立し、1928年にシコダグループ企業となっており、プラハ近郊の都市で航空機製造が行われていた。第二次世界大戦時には、 ナチスドイツ空軍の機体製造も行っている。戦後、国有化され、貨物自動車製造に乗り出しており、1963年までは、航空機とトラックの製造を行い、これ以降トラック製造に集中し、航空機部門はエンジンのみ製造が行われ、1988年からは、プロペラのみに切り替わっている。1922年、アビアは、 トラック製造とプロペラ製造部門の事業分割を行っている。1967年にフランスの貨物自動車メーカーであったサビエム・ルノーとのライセンス生産契約を交わし、製造を開始。1995年にアビアの66%が民営化され、チェコ政府はさらなる発展を望み外国人投資家を募り、競争入札が行われている。この入札に、 フランスのルノー、ドイツのメルセデス・ベンツなどが応じているが、最終的に、韓国のイウとオーストリアの主体やダイムラープフによる、コンソーシアムによって落札され、オランダで、デイウークター BV が設立されている。しかし、1999年のイウ財閥の破綻により2000年、プラハの工場は、独立した事業として再建が始められており、所有していた建物や不動産を売却し、 再建費用に充てている。だが2004年まで赤字が続いたことで存続するため、買収される道を望んでおり、2006年にアショックレーランドにより買収されたことで、3回りしている。アショックレーランドは、アビアの再建を支援し、共同プロジェクトとして、新規市場開拓を行ったことで、ヨーロッパメーカーからグローバルメーカーへと成長を遂げている。2013年、 チェコ国内での製造を終了し、製造工場はインドへ移転。インド工場において、アビアブランドの車両製造を行っている。2016年に、タトラなどの車両、航空機、電車、軍事車両や弾薬などを製造する、産業持ち株会社チェコスロバキアグループが、アショックレーランドからアビアを買収したことによって、CSG グループ企業となり、現在に至る。 第二次大戦中、ナチスドイツからメッサーシミット BF-109 の製造を命じられている。戦後、名称をアビア S-99 へ変更し、製造を継続していたが、正規エンジンであるダイムラーベンツ DB605 が枯渇し、代替として、総発爆撃機であるハインケル HE111 で使用されたユンカース u モ2 1 1とプロペーラを使用した。 戦闘機アビア S-199 を開発している。S-199 は第一次中東戦争でイスラエル航空宇宙軍に対し納入が行われており、チェコのパイロット艦ではメゼックと呼ばれており、イスラエルではメッサ・ヤタンにメッサ・シミットと呼ばれていた。大戦中ナチスドイツはチェコスロバキアに工場を建設し、アビアで メッサーシミット目262の製造も行っており、対戦で工場が破壊されることなく、残ったため、アビア S-92 として、戦後継続して製造が行われている。このほか、東側の戦闘機であるイル -10, イル -14、ス二 -23, ミグ -15 の製造なども行われている。アビア B534、アビア S-199、 ありがとうございます。